西部学園分離中学校、高等学校は、埼玉県狭山市にある市立の中学校、高等学校。なお、西部という名称がついており、西部鉄道沿線に学校が所在するが、西部鉄道及び西部グループとは関係がない。分離佐藤学園が運営する市立の中高一貫校。創立者は佐藤秀樹、富子。付属校に、西部学園分離小学校。 系列校に、西部分理大学や、三つの専門学校がある。シンセリティ、リライアビリティ、サービス教育方針として、すべてに誠を尽くし最後までやり抜く強い意志を養う、をポリシーとし、文武両道を掲げている。学校のシンボルマークは熊であり、校内の至るところに、熊の像がある。制服は、男女共にブレザーを着用する。ワイシャツは、 オックスフォードシャツを着用し赤いネクタイを身につける。小学校から高校まで英語教育を特に力を入れており、小学校からすでに英語が科目の一つとして含まれている。クラスは例えば1年 G2 組、2年 S1 組など所属する都画を表すアルファベットと数字を組み合わせてつけられる。クラス外は基本的にコース内で行う。したがって、 コースによっては、クラス外のないクラスが存在する。国際教育の一環として、中学校ではイタリアへの研修旅行を、高校ではオーストラリアへの短期語学研修と、ニュージーランドもしくはオーストラリアへの研修旅行を実施している。また、理数科のみアメリカの NASA への研修旅行になる。ありがとうございます。